ははいこんにち116インズですさて今回はマリナーズのオフシーズンに関する話をしていきますがマリナーズは私の記憶が正しければ今年で20年連続でプレーオフ進出を逃してしまったそうですが10月上旬のエンゼルスとの3連戦のショックが大きすぎたのか記憶がちょっと定かではありません。 まさか20年というそんな長期間なはずがないと信じたいところですが、まあ、現実逃避はこの辺にして、ただ今季は90勝72敗と、コンテンダーとして本来戦うはずでなかったシーズンとしては、めちゃくちゃ勝つことができましたし、来年から始まる本格的な勝負期を前に、最高の1年を送ることができたと思っています。しかし、90勝したとはいえ、マリナーズのロースターを眺めればはっきり言って穴だらけ。 本当の意味でコンテンダーとなるためには、このオフ対応しなければならない点が山積みですし、積極的な補強に期待したいところです。シーズン終了後の会見にて、マリナーズのジェリー・リポと g m はマリナーズのオーナー側からペイロール、年俸総額の大幅増額にゴーサインが出たことを明らかにしていましたし、またマリナーズは近年再建を進めていたことから、大型契約の縛りもほとんどなくなりましたので、お金の面でも相当な余裕があります。 実際に来てくれるかはともかく、コンフ目玉の FA 選手を1人、2人くらいは獲得できそうで、チームの状況からして主力クラスの獲得はできればしたいではなく、必須の状況ですので、マリナーズがこの冬どんな動きに出てくるのか非常に楽しみです。ファンとしてもこの選手マリナーズに来てくれないかなという妄想が膨らむわけですが、今回はコンオフマリナーズにぜひ来てほしい選手を何人かピックアップしていきたいと思います。 はいで選手をピックアップする前にまずは私が考えるマリナーズの補強ポイントを挙げていきますマリナーズ今季2回ノーヒッターを食らったようにとにかく打線が弱点でそこをまずどうにかしないといけないのですがサードのシーガーも抜ける可能性が高いので上位打線を打てるサードをないしセカンドが欲しいところです後半戦アストロスから獲得したエイブラハム・トロがセカンドで結構頑張っていましたが彼は本職サードなので来季セカンドとサードどっちで使うかによってポイントが変わる感じですかねこれが最重要ポイント 次が先発ですね。リポと GM も先発は獲得したいという話をしていましたが、ここもやっぱり欲しい。負けられないここ一番の試合を任せることができるエース格の先発がいたらいいなと。これが2つ目。で、3つ目はセンターできる外野手ですね。 昨年の新人王カエル・ルイスが半月板損傷で今季まともにプレイできず今後もセンターできるかかなり怪しい上にルイスがいない間のセンターを埋めるにも今季相当苦労していましたのでセンターできる選手も必要かなと、まあ、トッププロスペクトのフリオ・ロドリゲスの昇格も控えていますので外野選任という感じではなくユーティリティでもいい気はしています。 最後はキャャッチャーですね今季はトム・マーフィーとカル・ローリーが後半戦メインでマスクかぶっていましたが2人とも守備にちょっといやかなり不安を抱えていて守備に自信のあるキャッチャー1人くらいは置いておきたいなと思った瞬間は後半戦100万回くらいありました。 将来的にはバッティングの良い,いローリーがレギュラーになるにしても、来年彼の打撃が MLB レベルで生きるかどうかは分かりませんので、キャッチャーも保険をかけておきたいところ、こんなところでしょうかね。まあ、これだけたくさん補強ポイントあるんですけれども、次から優先度高い順に、個人的に来てほしい5人をご紹介していきます。まずは最重要ポイントの打てるセカンドないし、サードですが、個人的にはマーカス・セミエンに来てほしいですかね。サードにクリス・ブライアントもいいんですが、個人的にはセミエン派。 セミエンが今季大活躍したことは皆さんもご存知かと思いますがシーズン全162試合に出場しセカンドの選手としては史上最多のホームラン45本 OPS8 割7分3人そしてウィンザーボビープレイスメントは7.1ブルージーズの今季の強力打線を支えた人になわけですがぜひマリナーズ打線も支えてほしいセミエンは上位打線に慣えるバッティングがある上にセカンド守備も平均以上というか DRS の面ではプラス11なので平均以上どころかゴールドグラブクラスですね バッティングよし、守備よし、こんな選手、文句のつけようがないですよね。また、セミエンの強みはもともとショートという点、マリナーズはショートにゴールドグラバーの JP クロフォードこそいますが、彼のバックアップ的な存在が、参加含めて誰一人としていませんので、クロフォードがもし怪我とかで離脱すると、相当まずい、そういう非常時にショートを高いレベルで任せられるという点、いざとなったらポジションを移せる点でも、セミエンはマリナーズにかなりフィットするんじゃないかなというふうにも思っています。 ただ当然ながら今季キャリアイヤーを送った二遊間の選手を安く獲得できるはずもなく来季31歳のシーズンを迎えるセミエンですが5年契約、6年契約このあたりはもう最低条件さすがに同じタイミングで FA となるコレアやコーリー・シーガーと比べたら安く済みそうなものの去年スプリンガーがもらった6年総額1億5000万ドルくらいの契約は、まあ、最低でも必要になってくるんじゃないでしょうかね、まあ、それでも欲しいんですけどはい2人目は先発投手からマックス・シャーザー シャーザーは今年の夏に37歳になったはずなんですが、パフォーマンスの面では衰える兆しが全く見えない。今季は30試合で防御率2.46。ウィンザーボールリプレイスメントは5.3。特にトレードデッドラインでドジャースに移籍してからのピッチングは圧巻の一言で、11先発で防御率1.98。何ですかこれはと。 FA 契約するにあたってシャーザーの年齢はもちろんネックではあるんですがこの感じであればエース級の活躍はまだまだ期待できそうですしまた2019年ナショナルズを世界一に導いたようにプレーオフでの経験も豊富で絶対に負けられない試合のプレッシャーを常に跳ね返してきたという点も若い選手が多くプレーオフを経験していないマリナーズにとっては本当に大きな支えとなってくれるんじゃないでしょうか。 現在37歳であるためシャーザーの獲得先生に参加するにあたって長期契約で縛られる心配は少ない反面単年の年俸はかなりの額になることは覚悟しなければいけませんかね参考となるのは2019年開幕前にジャスティン・バーランダーがアストロズと結んだ2年総額6600万ドルの契約この契約はちょうど来年のシャーザーと同じくバーランダー37歳のシーズンである2020年から始まっているんですがこの契約がスタートラインになるでしょうかね 実際には2年総額7000万ドルから7500万ドルあるいは思い切って3年契約を出すなら9000万ドルくらいの契約になるんじゃないかと個人的に予想していますが2年契約で収まるならものすごく高リスクというわけでもないですし総年俸に余裕のあるマリナーズはチャレンジしてもいいんじゃないでしょうか。 3人目は球界屈指のユーティリティであるクリス・テイラーテイラーがもともとマリナーズの選手であることは有名な話ですがドジャースの魔改造によって非力なショートから年間20本打てるスーパーユーティリティへの進化を遂げましたドジャースを支えたテイラーもついに FA となりますがこのタイミングでぜひマリナーズに戻ってきてはいただけないかと マリナーズにはディラン・ムーアという本来はジェネリックテイラーみたいになるはずだった選手がいるんですが彼今季バッティング面で大きくつまずいてしまいまた冒頭でも話した通りセンターをいざとなったら埋める必要が生じたことからセンターもできてムーアの上位互換のユーティリティであるテイラーは今のチームのニーズにはまると思っていますもしルイスが問題なければそれでいいですしマリナーズには他にもテイラーに入ってほしいポジションはたくさんありますので全く問題なしディポと GM はロースターの柔軟性をかなり重要視しているようでいろんなポジションを守れる選手 多く抱ええたい意向がチーム作りのの上ででも結構見えますのでテイラーは GM の好みという点でも可能性あるんじゃないかと考えています問題は契約なんですがユーティリティの大型契約ですと2015年のベン・ゾブリストの4年総額5600万ドルとかありますが当時のゾブリストと比べてテイラーは3歳若く契約の高騰が予想されます昨年ヤンキースがラメーヒューと結んだ6年総額9000万ドルあたり、まあ、このくらいの契約規模は参考になるんじゃないでしょうかね でテイラーのようにユーティリティのタイプでセンターを埋めるのではなくちゃんとしたセンターを連れてくるのであればツインズのバイロン・バクストなんかありなんじゃないでしょうか。 バクストンはコンオフ FA ではなく FA 自体は来年のオフの予定なんですがツインズとの契約延長の交渉がどうも難航しているようなので場合によってはツインズがトレードする展開も全く可能性がゼロではない気がしています個人的にはルイスが問題ないのにかけてテイラーみたいなユーティリティタイプを連れてくる方がいいかなと思いつつも怪我しなければ MVP クラスの爆発力を見せてくれるバクストンがマリナーズを牽引する姿を見たいなという気持ちがもちょっとあるんですよね もちろん怪我しなければという注釈がバクストンの最大の課題であり未だに解決していない問題ではあるんですがそのリスクを踏まえてもマリナーズでのバクストンはちょっと見てみたいですね。 最も,も FA まであと1年とはいえ、バクストンクラスの選手をトレードで獲得するためには、それなりのパッケージをツインズ側に提示する必要があり、最低でも MLB 全体で見てもトップ100レベルのプロスペクト、エマーソン・ハンコックですとか、ジョージ・カービー、あの辺りを1人は含めて、これに加えて参加内トップ10からトップ15ぐらいのプロスペクトたちを2人くらいは手放す必要がありそうですので、ここまで紹介してきた FA 選手たちと比べたら、マリナーズはおそらく来年のトレードデッドラインにも備えて、プロスペクトある程度蓄えておきたいところ でししょうかから多少可能性は低いのかもしれませんただ忘れてはいけないのはマリナーズの GM はかつて病室からトレードを成立させたくらいのトレード鏡ですこのクラスの選手を連れてくるトレードを成立させ我々ファンをあっと驚かせる展開これは絶対ないとは言えないんじゃないでしょうか最後は守備型のキャッチャーということでいろいろ探してみましたがタッカー・バーンハートあたりは結構いいなと思いました レッツがバーンハートの来季オプションを保有していますので、オプション講師となれば FA とならないんですが、タイラースティーブンソンが台頭してきた現状を考えますと、レッツがバーンハートの750万ドルのオプションを破棄する可能性は十分あるんじゃないかと思っています。バーンハートは今季打率2割4分7厘、OPS6 割8分5厘と、まあ、キャッチャーとしてはほどほどに打って、守備に関してはフレーミング含め非常に高い評価を受けている選手で、 キャッチャー守備に不安があるマリナーズにはドンピシャかつ現実的な選択肢キャリアを通して打者有利な球場でプレーしてきましたのでシアトルに来た時バッティングはどうなるのかという不安はややあるものの左右どちらも同じくらいは打てますので対左限定のマーフィーと比べ使い勝手が良い点も好材料バンハートがいれば仮にローリーが来季もバッティングで MLBA の適応に苦しんだ時にも対応できますので獲得するのは悪くないんじゃないかと思っております はいということでこの5人のうち何人かのマリナーズリーが実現すればいいなと心の中で密かに祈っていますまあ、こんな妄想ができるのもマリナーズが久々に補強に動くオフを迎えるからであって数年間待ちましたがようやくまた勝負に転じるシーズンがやってきたという実感が湧きつつあります 一応使えるお金もプロスペクトも潤沢にありますので、積極構成に出てオフの主役的な存在となる可能性も十分あるでしょう。もちろんオフの主役だったからといってシーズンの勝利も保証されるわけではありませんが、ここのところはその土俵にも立っていませんでしたので、どんな動きにチームが出てくれるのか、今から楽しみでしょうがないです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールイン関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。